こんな悔しい負けあるか、あとは全部俺がひっくり返してやる。おい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 、ストロングスタイル、俺が思ってたストロングスタイルとお前ら3人が名乗るストロングスタイルちょっと違うようだな。権利もないのに突っかかってきてスリーパーで締めて、それがその反則がお前らのストロングスタイルか。まあ鈴木君上がりの元ヒールだったらそのやり方が当たり前なのか知らないけど、俺が新日本プロレス道場で教えてもらったストロングスタイル、俺が思ってるストロングスタイル、真逆だな。ただこれで結果残せなかったらまた口だけのかませるようになるから、ワッツさんも言った通り全部ひっくり返してやるよ。俺らが残り全部勝ってテメェら黙らしてやる。はい、はい、はい、おい、7番勝負、俺たちストロングスタイルが勝ったぞ。なあ、次の名古屋同じ結果だ。今日はデーセさん、名古屋は俺、いや鈴木さん、必ずどっちかがお前らから勝利を取ってみせるからな。覚えとけよ。なんかあとちっとか面白くなったな、お前な。でもまだ俺のレベルじゃない。悪いけどな、スーパージュニア優勝してるんだろ、お前。どうした？気づいたら中田さんが死んでたけど大丈夫か、あれ。おい、おい、長田だけじゃねえよ。おい、ワト、海野、てめえら、この7番勝負、文句ばっかグダ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 言いやがってよ。おめえらにとったらよな、ただの一試合、俺にしてみたらな、おい、生きるか死ぬか生き残りかかってんだよ。おい、残り全力で叩き潰しに行くぞ。残り全てだ、全部だ。